いなりしマスク TV のお時間でございます。さあ今月は対決月間ということでございまして、いろんな人と対決をしております。さあ今回対決する人はこちら、じゃーんじゃーんじゃーんじゃらーゴンケゴンケゴンケ大豆の翔くんでございます。色男担当、よろしくお願いします。否定せんかった、よろしくお願いします。色男担当でございます。さあこの対決月間は、相手の得意なものと対決するっていうコンセプトをやってるけども、はい、何が得意ですか？色男担当は。瞬きを我慢してみせましょう。お、色男は瞬きしないんだね。知りません。もう、見つめられたら目をそらせないね。瞬きしたいんだったら、じゃあ。いなりっしゅ！色男と瞬き我慢、対決しますけども、得意なことじゃん？なんて当然ですよ。俺が勝った場合、どんなご褒美くれますか？そうですね、あの僕9月7日に、うん、あの誕生日で、9月7日お誕生日、はい、生誕祭をさせてもらうんですけど、うん、その主役をですね、うん、いなりしゅマスクマンに譲ろうかなと。俺じゃあ主役の座はいいので、その時の収益を10割ぐらい10割売上を全部いなりしゅマスクマンに納める。そう、あのそうだね、なんかこうじゃあ経費を抜いた収益10割ください、はいそれやらしい事務所にね聞いてみたいな。ああ、じゃあ事務所と交渉していきましょう、はい、ね。まあでもこれね、まばたきジャッジも2人でこうカメラを見てやってると分かんないでしょ、お互いがどうか、はい、だからちょっと公平なジャッジをするためにジャッジマンを読みたいと思いますね。もうジャッジザもう言えねえジャッジザ、ね、高道のブラザー、ね、ジャッジザビートボックス、イエーもうビートボックスすら先行だった。やっほっ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 、はい、どうすればいい、これこっち向いとるっていうの、こっち向いとれば見えますよね、まばたきなんで、ね、か、じゃあちょっとこう、こういう感じでカメラ見てる、ね、じゃあ僕のカメラ越しに、あー、なるほど、じゃあジャッジマンなんで出てきたんやろそういうカメラ越しやん、ね、目つぶっといてファイで開くぐらいの、はい、そうしましょう。結構風強いね。はい、いいですか？はい、3、2、1、レディゴー。やばい弱っ。あ、まだ、まだ続いちゃった。ボロ負け、あ、まばたきめっちゃしちゃった勝ったの俺、勝ちました。6秒普通にじゃあこれ収益もらえちゃうかもしれない。いや、でもほら勝ったように見せといて、俺がズルあったかもしれないから、ちょっとジャッジマンにちょっと最後の、これだって仮面してるからね、ドーピングじゃねえかっていう話ですから、ちょっとジャッジマンに公平なジャッジをしたい。じゃあジャッジマン、出てこないですか声で、声で勝者は皆様のチャンネル登録お願いします。いなりしマスク、イエーイ、うーあざーす、イエーイ、ふふありがとうございます。じゃあこれでも収益に関してはちょっと事務所のあれもあるから、そうですね、じゃあ収益を、はい、ね、生誕祭の収益を俺に渡すか、はい、翔くんのカードの暗証番号今ここで言うかカードの暗証番号ですか、うん、LINE の ID にしましょう。お、LINE の ID、 銀行残高、 LINE 銀行残高、銀行残高、はい、LINE の ID、はい、じゃあ一番恥ずかしいお母ちゃんの呼び方、お母ちゃんの呼び方俺ママ上って言ってたから、ママ上じゃあもうしょうがない、 LINE の ID を知りたいと思うので、だって LINE めっちゃやりたいの、俺色男担当だもんねじゃあ、はい、LINE の ID いくらにします？LINE の ID いくら、いくら値段ですか？値段、その値段の9割、1割で売ります。なるほどねでそれをまた生誕祭のあれに当てれば超豪華な生誕祭ができる。じゃあ、そうですね、じゃあ生誕祭のビンゴ大会の優勝景品に翔くんの LINE の ID を入れておきます。ガチャね、ガチャガチャに、はい、40個の中に1個だけ本当の LINE ID があって、結構な確率ですぐ出るっすね40個に1個、いやでも40個のうち39個は高道くん。ああ、なるほどなるほど、
売り上げはね、はい、じゃあその LINE の ID がどうなるかも、ぜひ生誕祭に来てガチャを回してください、はい、というわけでございまして、今日は翔くんとまばたき対決でした。イナウィッシュ、イナウィッシュ。